はい、えー。ホワイトベース館内放送でございます。えっ、ー、と、今日はですね、えー、任意保険の話ですね、えー。弁護士、いつ入れるのが一番かと。と弁護士費用特約というのがあると思うんですけども、えー、つまりですね、事故を起こした際にですね、裁判を起こすと、その時の弁護士を雇い入れる費用を負担しますよという特約です。 おそらく最近の任意保険だったらほぼ皆さん入ってるはずなんですね。ただ一部の、一部のっていうかね、あの、ネット契約の保険ね、え、うん、うんちゃらダイレクト系のやつだと、あのー、安いプランだとね、そこ外されてる可能性ありますので、えー、心配な方はちゃんと自分のですね、契約書内容をチェックして、弁護士費用特約がついてるかどうかっていうのをですね、まず確認してください。これね、非常に重要です。必ずつけてくださいね。はい。 あのー、自費で頼むとなるとですね、えー、だいぶ高額になりますので、えー、よろしくないんじゃないのかなと思います。はい。で、ではですね、話を始めていきたいと思うんですが、えー、とですね、どのタイミングで弁護士費用特約を使うのが一番か。えっ、ー、と、まずは、まずはですね、加害者から高額な賠償金をもらう場合。はい。 えー、一方的な被害事故、1 0 0ロというやつですね、えー、追突なんかそれに当たると思うんですけども、あのそういった場合で、えー、被害者、後遺障害が残った。 例えば指がなくなっちゃったとか、歩けなくなったとか、片足がなくなったとかですね、まあ、片足なくなって生き残ってたら結構ラッキーだと思うんですけども、でもしくは残念ながらお亡くなりになってしまった場合の遺族に対する慰謝料と遺失利益というものですね、遺失利益というのは、例えばあのお父さんが亡くなった場合ね、そのお父さんが例えば30歳だった。 で、定年まで働いた場合ですね、どれぐらいお父さんが稼いでたのかなっていうところが、一失利益ってなります。まあ、利益ってなっちゃうとですね、書いちゃうと、なんか若干その、亡くなった方に対してですね、表現がいやらしいような気もするんですけども、これはもう、あの、ほとんどですね、法律用語、用語としての話なので、 えと心情面はですね、えー、その考慮されておりませんので、えー、話し方がですね、かなり淡々としてしまうんですけども、あのそれはああのご了承いただければ幸いです。ご了承うんうん。まあ,あの、分かっていただければ幸いです。はい、で、えー、100%の被害事故。で、えー、金額が大きい場合。はい 賠償金額が大きい場合ですね。これなぜかというとですね、あのー、賠償金というのに対して、えー、全国基準で統一されたものっていうのがないんですね。で、えー、賠償金の金額には種類というのがあるらしくてですね、その種類が自賠、自賠責、えー、任意、任意保険、で、最終的には弁護士、 これは判断する団体が違います。はい。えー、この順で、えー被害、被害のですねその賠償金額というのは高くなっていくんですね。えー、当然です、えー。弁護士、自賠責というのはですね、まあ、掛け金が非常にこう少なくてですね、カバー範囲も狭いです。えー、で、任意保険というのは支払う側がですね、なるべく支払いたくないというような絞り方をしてきますので、えー、ちょっと小さくなるかな。 というのは当然で弁護士というのは法律のスペシャリストですので、その弁護士が考える賠償金額が高くなるというのは、ですね非常にこう、まあ、まといた話だなというふうに思います。はい、ただし、あの何でもかんでも弁護士を入れればいいという話ではありませんので、えー、そこはですね、ええー。 分かっていただきたいんですけども、例えば今なぜですね、損害金額、賠償金額が大きいものというふうに表現したかというとですね、それは非常にこう、いろんなことを検証しなくちゃいけないですとか、大事故になものだと思うんですね。本人の被害もすごく大きいというものです。これをですね、比較的軽症、軽症事案っていったらあれですけども、例えば、 行為障害には等級があるんですね。で、一番下で14等級です。で、一番上で1等級、等級かなだと思うんですけども、まあ、一番下、14級から13級の行為障害で、えー、まあ、相手からですね、えー、賠償金をもらいたいというケースになるとですね、あの、非常にこのですね、あのー、時間がかかるわけです。はい。弁護士を入れると時間がかかるんです。はい。 通常、解決まで通常の4、5倍の時間がかかるわけですね。はい。で、そ,その解決まで、例えば、ね、3ヶ月で解決するもの、4倍かかったら1年かかったとかですね。で、そこで、えー、行為障害、えー、まあ,あ、14級とかだと、取れるかどうかが微妙。 取れるかどうかが微妙だけど、期間だけが伸びて、取れたって言っても、まあ、10万ぐらいしか、あの、まあ取れなかったとかですね。えー、そういうことっていうのは、あ結構あるらしいんですね。はい。で、あの、これ、弁護士を入れたから取れたのかって言ったら、そういうわけでもない。 みたいなんですよあの弁護士を入れても入れなくてもですね、後、え、遺、ー、障害取れるか取れないかっていうのはある程度決まっちゃうみたいで、えー、そのあたりがですね、えーまあ、白が黒に裏返るっていうことはないようです。はい、というものがあ,ありますね。はい、で、あのー、一応その後遺障害 って言っても、今、あの14級とか13級とか言ったんですけども、まあ、これについてはですね、あまりその、後になってみないと分かんないことではあるんですけども、えー、さっきのはまあ、極端な例として、後、えー、行為障害が残る場合や死亡事故の場合だと必ず弁護士を入れた方がいいというような結論になります。はい。 えー、これはですね、そういうものです。ただ、早期解決を望むのであれば、まあ、黒が白にはならなそうだなっていうものであれば、別に入れなくてですね。えー、まあ、あの、保証金額そのものもですね、小さい場合は、弁護士を入れずに早期解決を狙った方がいいとこういう感じになってきますね。はい。で、えー、これ、これがまず1、1番の例。はい。で、こんなのね、ない方がいいと思うんですよ。はい。で、次の例。 ですね。えー、相手が理屈にならない。えー、話が通じない場合です。はい。相手が話通じない場合。ね、これ、まあ、あのー、共済系が非常にこう多いですね。まあ、あの、僕がよくですね、あのー、ボロクソに言ってるですね、あの、やおやとか、あの、なんかいろいろあるじゃないですか。あの、共済系ですね。あの、これはね、非常に話にならない場合が多いんですよ。 まあなんでかっていうと、前も言ったんですけど、共済系の中の人っていうのはですね、専門家じゃありませんので、あの、ちょっとかわいそうなんですよ。持ち回りで他の仕事もあるのにやらされてるっていう場合が多いので、はい。あの、誰も専門家がいないっていう状態でやってたりとかしますから、はい。あの、共済系っていうのは、あの、理屈にならないことを言ってくる。悪意があろうがなかろうが、よく知らないから理屈にならないことを言ってくるわけですね。はい。 えー、というふうになります。で、えー、実はですね、世の中には、判例タイムズという,う,う、まあ、雑誌というかですね、えーまあ、雑誌というにはあまりに堅苦しい厚い本があるんですけども、で、これにですね、えーまあ、2ヶ月に1回、えー、最新の判例がー掲載されます。日本っていうのはですね、非常にこう前例主義というか、判例すべ、えー、てなんですね。 例えば、あの判例が同じような事件である判例が出ていたら、判例というのは裁判の結果の例ですね、が出ていたら、それが同じケースが起きた場合、完全に覆えるということはですね、ほぼないらしいんですよ。だから逆に言うと、判例がないケースでの争いになった場合は、あー逆にですね、あの答えが出ないので、答えが出るまで争うことになりますね。でその争う場合、 の費用が自費になった場合、結構長期化するし、費用もかかるし、じゃあ,あの、それ白黒はっきりしたらどうなるかって言って、白黒はっきりしたからって、ですね、えー、その後どっちも得しないような状況になってしまうこともありますので、まあ判例主義っていうのは僕は別に悪くないんじゃないのかなというふうに、まあ、思っております。はい、で、その判例タイムズの判例によって、過失割合っていうのがです、ね、ほぼ決まります。はい これね、あの、覆らないらしいんですよ。はい。あの、なので、この判例によって決まるその過失割合っていうのがですね、もう揉める余地がないらしいんですね。はい。ね。まあ、ああ、 そう、過失相殺というんですけども、例えば、双方に過失がある場合ね、で、あっちにもこれだけの過失があるからまあ10、10%相殺してほしいとかですね。はい。こういう話し合いがまあ起きます。はい。で、ここまでは弁護士不要ですね。ね。こういう話し合いの中で解決すればいいんですけども、例えば、わがまま言ってくる人いるんですよ。いやいや、俺は悪くないよ。ね。向こうのバイクは猛スピードで突っ込んできたんだと。ね。俺は悪くないんだ。 ね、むしろ俺の方が8割正しいあの、ね、俺の方が8割正しい、俺の過失割合は2割で、向こうの方が8割過失があるんだとかねあの、むちゃくちゃなことを言ってくる人がいます。これはあの判例によって決まっているその、ある程度決まっている過失割合を無視して、本人がわがままを言ってくるケースですね。はい、ねで、しかもあのその本人が言ってるから っていうですね、えー、言葉に乗って、契約してるその保険、その本人が契約している、加害者が契約している保険会社も、いや、うちはねあの契約者さんのが2割って言ってるんで、2割しか保証しませんって言っちゃう場合があるんですよ。ねよく言うでしょ、僕が。任意保険の会社っていうのはね、なるべく保証金を払いたくないんです。はい ね、でしかもその契約しているお客さんの見方っていう、そういう前提があるもんですから、ねえー、契約者の、加害者が契約者、あの契約者がん、加害者がですね、その保険会社の契約者で、えー、賠償する、積極的賠償に応じる意図がないとしたら、保険会社もそれに倣っちゃったりとかするわけですね。はい 非常に理不尽極まりないと思います。はい。で、これが、あのー、通販共済系、アンハハダイレクトとかですね、えー、そういうところが非常にこういうことを言ってくる場合が多いということです。で、えー、そういう時は、まあ、弁護士を入れてですね、えー、法的な話、法的根拠に則っ,って、えー、民事訴訟を起こすという手続きになってきます。はい。これ、本人裁判でも本人訴訟でもいいんですけども、法 法律に基づいて話さないとですね、神戸にならないっていうのがありまして、例えばの、これ明らかにおかしいでしょ。でも明らかにおかしい、誰がどう見ても明らかにおかしいんですよ。でもそれをおかしいと思うのは本人間の常識良識であって、それを定められた法律がどこかにあるはずなんですよ、そもそもね。じゃあ、皆さんに質問ですよ。物を盗んではいけませんよね。ね。ね あの人を怪我させてはいけませんよね。ほな当たり前じゃないですか、ね。あいつ俺を殴って怪我させたんだ。俺のもの盗んだんだ。俺のものを壊したんだ。悪いでしょ。それは悪いよね。ねじゃあ、それがね、逆に、じゃあ、それがどの法律の何という項目において、その本人がどれだけの罪があるっていうことを言えますかって言,っ言えない。わかんないじゃね そ、そこまでわかんない。ネット叩きは出てくるかもしんないけど、こんな細かい文章を読んでね、それのどこかが該当して、何、何条の何々のり、何々により主張するみたいな、できないじゃないですか。ね。これが、ま、法的な、あ主張ということになってきますので、えー、本人訴訟というのは、あ非常にも難しいですので、えー、絶対に民事訴訟を起こす場合は、弁護士が必要になってくるとういうことになります。はい。ね。えー、まあ、結構、 皆さんが弁護士費用特約を使うシーンとか、うちに相談があるシーンっていう、あの、レポートとして見るシーンとしては、圧倒的にこの校舎が多いんじゃないのかな、というふうに思います。で、ただここで一つだけ注意点なんですよ。それは過失割合が、 はっきりしてから弁護士を入れることです。はい。過失割合がはっきりしないのに、弁護士を入れてしまうとですね、状況が全く確認もできないし、誰もその助言をしたりとか、あの、僕がね、今回この話をですね、監督監修いただいているそのプロ代理店さんが入って、で、まあ、契約等についていろいろこう話したりだとか、あの、サポートができなくなるんですよ。 弁護士を入れてしまうとですね、すべての窓口が弁護士になりますので、あとレスポンスが遅いです。さっきも言ったんですけど、早期解決にはなりません。はい。なので、何でもかんでも弁護士を入れればいいということではないです。で、あのー、早く入れなきゃっていうこともないので、えー、結局、いろんな情報が出揃ってから、うん、これはちょっと弁護士入れて、 えー、やった方がいいですねとお、プロ代理店さんなりがですね、まあ、アドバイスをしてくれたのであれば、そこであら初めて弁護士をですね、えー、つけるということがまあ必要になってくるんじゃないのかなと思います。ただし、あの先ほどのですね、例えば話が通じない相手に対してですね、えー、民事訴訟を起こすっていうケースっていうのは結構まれらしいです。はい えー、例えばですね、あのー、まずですね、弁護士入れるよってなると、内容証明通知が向こうに行くんですね、あの、弁護士から、あの、通知が行きます。で、そうするとですね、相手もやべえ、弁護士出てきたなっていうので、態度を改める、態度を改めるというか、多分、任意保険のですね、あの、担当の人がですね、えー、契約者、契約者加害者に対して、えー、説得を試みるんじゃないのかなと思います。 はい。で、えー、そこで、えー、話が進むケースが、まあ、多いということですね。はい。そういう感じになります。はい。で、まあそこで例えばですね、あの弁護士が出てきても、加害者の方がですね、意見を変えなかった場合、 今度裁判になったときにですね、えー、裁判のその調停員っていう、まああのー、裁判所にはそういう人がいるんですけども、あのその調停員からですね、えー、かなりいい、まあ、その、説教されるらしいですね。はい、説教って言い方、まあ、説教ですね。あのまあ、怒られるっていうか、うん、これはこんなの通るわけないよっていう,う説明を教えられる。 っていう感じなのかなになってくるんじゃないかなと思います。ね。あの、童話、童話がいてもあんたこれ勝てないよっていう、うん、っていうふうに言われると思います。はい。えー、そうですね。うん。あとは何か皆さんにね、アドバイスしておくことがあるかな うん、そうですね、えー。過失もはっきり確定したい。まさ、ま,またはですね、こういう障害も残らない状態で、とにかく弁護士を入れるっていうのは、まあ、あよろしくないですね、えー。ということになります。これはね、あのー、ゆっくり判断してもらって構わないと思います。はい。そしてですね、えー、まあ、最後の,あの注意点なんですけども、えー、必ずですね、あのー、交通事故に強い弁護士、 と契約してくださいね。これ、あのー、紹介してくれるところがあるはずなんですよ。で、僕のその、今、よく話しんでいるけど、プロ代理店さんのところで、プロ代理店さんのところで契約すると、あのその代理店さんがあ交通事故に強い弁護士を直接紹介してくれます。ただ、それはあくまで、えー、埼玉県。 なんですねこれ、えー、そうですね埼玉県中心の関東地方を限定になっちゃいますのでその他の地域で、えー、弁護士を探す際はですね、えー、ご自身で,ですね交通事故に強そうなところをお探しいただく必要があ、まあ、あるかなと思いますあの弁護士弁護士って言ってもですね、えー、みんな同じじゃなくてですねまあ,あ離婚とかや 離婚関係やってるところとか、まあ、労働関係やってるところとかですね、えー、いろんな弁護士がいます。はい、なので、えー、例えばその、ね、お友達の知り合いだからとか、親の友達だからとかですね、まあ、そういうところじゃなくてですね、えー、きちんとその交通関係に強そうなところを自分でお探しになるのがまあ一番かなと思います。はいです はいであのあと、まあ得意不得意で、えー、あるところなんですけれども、あのー、これね、あの聞いた話で噂噂ではあるんですけども、えー、まあ、いくらね、保険会社があーその費用をですね、えー、出してくれるっていう特約に入っているっていう と,たところでですねあの弁護士先生のところにですねそのお金がいつ入るかっていうのは結構保険会社によってバラバラらしいんですねだからそのあくまで、えー、まあ、契約して雇い入れるまで相談というかですねそこまではあ,ある程度その弁護士事務所側もですね 誠意、えーまあ、でやってる部分ってのはきっとあると思いますので、えー、その辺をこを皆さんもですね、えー、もしこの先、不幸にも事故があって、えー、相談をすると、で、任、え、意、ー、保険の弁護士費用特約に入っていたとしても、ですねやっぱりその俺,お俺様ちゃんみたいな感じになっちゃうっていうのは良くないんじゃないかなと思いますので、そこだけちょっと気をつけてもらいたいかなと思います。ななんんでででこんな話をしたかというとですねあの弁護士費用特約雇われる側のの 弁護士の人からもですね、ちょっとだけ話を聞いたことがあって、あのやっぱりね、弁護士のもう人なんで、あの保険会社経由のお客さんっていうのがですね、もう最初から怒ってる場合があって、話しづらいって言って言ってました。はいあのそこはね、ちょっと皆さんあの、もしこの先あるとしたらですね、えー、若干あの気に留めていただければなと思っております。はい、これはまあ全然、最後のパートは余談です。はい というわけで、ちょっと長い難しい話になったんですけども、弁護士費用特約、いつ使うのが、どんな時に使うのが一番かということについてですね、お話をさせていただきました。はい。 えー、こうしたことをですね、えー、私がお世話になっている代理店さんあの、別にここにいるわけじゃないんですけどあの、ここにはですね、アムロの顔がカレンダーに映ってるだけなんですけど、えー、代理店さんですね、あのおりまして、えー、全国対応いたしております、えー。弁護士についてはそうじゃない関東地方なんですけどもあのその、その他ですね、契約サポート等についてはあ全国対応しておりますので、 えー、まあ、あの、こうした疑問があればあ、あの、直接聞いていただくこともできます。あ、もちろん契約した後の話ですよ。ね。なので、えー、もし自分のですね、えー、まあ、入ってる任意保険、 の代理店さんこういうこと教えてくんなかったなとか、こういうこと聞いてもわかんなそうだなとか、あの若干不安だなと思った方はですね、えー、まあ次の更新時でも構いませんし、えー、別にあのそういうの関係なくですね、ちょっと興味があって話聞きたいとかそういうことでも結構ですので、えー、ご興味あれば僕の方から紹介させていただきます。はいえー、必ずですね、えー、お名前フルネームとお電話番号、連絡先お電話番号ですね、えー、それを あの書いた上でですね、えー、メールをください。えー、そ,しそうしましたら、私の方からあ取り次ぎをしまして、えー、直接ですね、保険会社、あ保,険保険代理店のですね、えー、担当の方からあお電話をしていただきますので、よろしくお願いいたします。別にあのー なんか、そういうステーマとかじゃないんですけど、あの、結局、僕の動画を見てですね、ここまでちゃんと話を聞いてくれる人たちにはですね、やっぱり自分が受けている恩恵というものをですね、えー、まあ共有できるものならしていきたいと思っておりますので、そういった次第であります。はい。 別に今のまま自分の契約している保険会社代理店が頼りになるからあそれでいいということであれば全然それで構わないんですよ。で、あと、あの僕の方にトラブル相談されても僕はわからないので、えー、一律お答えはできません。はい。えー、以上ですね。えー、お話しさせていただきました。皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。ホワイトベースの井上翔平でした。ありがとうございます。